今日は内野手は素早く投げるなという話をします。内野手は取ってからどうしても素早く投げることが必要になってしまうんですが、これは小学生、中学生ぐらいの幼少期の時にこの素早く投げることを身につけるよりも、手だけでピュッと投げるよりも体を大きく使ってしっかり投げるということを身につけた方が後々、効果があると思うので、この素早く投げるというよりも体を大きく使ってしっかり投げるということを意識してほしいなと思います。で、大人になってこう素早く投げることができる選手はいっぱいいるんですけど、強いボールを投げるというのはなかなか難しくなってくるので、子どものうちに素早く投げるというよりも体を大きく使ってしっかり投げる、それの方が肩肘への負担も減らせるし将来役に立つと思うので、ぜひ素早く投げるよりもしっかり体を大きく使って投げるということを身につけてほしいなと思います。以上になります。